何か対処からの心理的な。でもない。心理的なやつは朝取り神社のあれで。はい、皆さんこんにちは。今日は1週間ぶりにスナップエンドウの定食からどうやろう10日ぐらい経ったので、え、菜園チェック。うん、空豆順調です。いいやないですか。ここは南面のすごい朝日が当たって日当たりのいい場所で、軒下ニンニクすごい順調です。多分大きくなると思う、いいと思う。ラッキョウはなんか細いね。まあこういうもんなのかな。全然知らない近所の女性の方から種芋、ラッキョウの種芋をもらって、その後お礼も言えずにそのまんまっていう。植えたのが10月、なんかあんまり上手に育ってないような気がするけど、わからない、初めてなので。スナップエンド順調です。さっき液肥をかけました。1週間に1回液体の肥料いつも与えます。もうそろそろネット張らなあかん場所が、もうつるがねどんどん出てきたでね。これ株、ほうれん草すごい大きくなってきた。まあまだまだこれから大きくなるよね。うん、4日、今日は3月4日金曜日で、まあ僕どっちかというと木曜日金曜日が一番自分の時間が作れる日なので、昔からそうやね。耕運機やって、石灰やって電動ハンマーをまた一通りやったんやけど、それでもこれだけ耕運機2回3回かけてもまだこれだけ石が出てくる。まだまだある、この中にはこんな大きい石。あーすごい、こんなや、これ30センチの深さなんやけど、もうこれ以上掘ると本当に砂だらけ、あの荒い砂やもんで、あんまりね良くないよね。でちょっと粘り出すために僕の焼き物で使ってた粘土をトロトロに溶かして巻くんやけど、もうちょっと経ってから米ぬかとか入れた1ヶ月後ぐらいかな、鶏粉とか肥料入れる時のちょっと前にやる。うん、ちょっと粘りを出す、もう水はけが良すぎる。でこの間キノコ栽培の話で1年2年3、4、5年ぐらい経つともうボロボロになるんやけど、それをこの状態、これ、まあ、別にほだりじゃないんやけど50センチぐらい下にバーッと並べて、で米ぬか振って自然に返す。だからこれが腐ってくんやね、腐ってくその四条菌が畑の中でこう活発になるやん。でたまに上の方で耕されるもんで酸素も入るわね、菌や微生物がここでゆっくり動き続けるっていう状態にしたい。まあ今年はちょっと無理だから、来年もう少し50センチ60センチ深く掘ってそのホダギみたいな木を並べたいね。もう少し時間かかる。まあでも来週から暖かくなるで米ぬか巻くっていうところに行きたい。もう少し米ぬかもらうとこなんか、前説明しなかったけど、みかんは温州みかん、これは年末やったかな、年末に買ってきたよね。なんでかって同じなんやけど、去年これ植えたんやけど剪定しすぎたのか、みかんが大きいやつ3つぐらい、多分剪定しすぎでできなかった。で受粉も梅雨とかぶったのかなかなかできなかった。不作の理由としてはやっぱり2本いるかなと、1本の木で受粉っていうよりは違う株で受粉できるといいんやろうなと思ったので、同じのをもう1本追加で
2本、温州みかん楽しみよね、うん、玉ねぎの不織布はもう取って、人参はちょっと、人参はこのもう暖かくなってきて、すごくここが結露っていうの、うん、何ちょっと怖くなってきたので、もう蒸される、うんうんうん、こうやって空気入れるように下をします。でこっちもトンネル外した、収穫します。ああちょうどいいね、買わんかった、収穫できる思ったで、よいしょ、うーわ、見てこれすごいね、めっちゃでかい、最高級のほうれん草やん。向こう大根、大根も一気に大きくなってきた、この1週間ぐらいで、だからぼかしとか肥料が動くんやろうね菌とかが動いて、うん、根っこから肥料を吸収しやすい形になってくんやろうね。それに必要なのが温度ってことですね。こんな感じでこの畝はジャングル化します。素晴らしい、ナバナの口なんかものすごい太いしね、ジャングルの口にとってはは、い、こんなところで菜園巡り終わり、はい、ありがとうございました、はい、これ温床ヒーターのおばあちゃん家のこの、もう来週もうちょっと後か、一気に育苗管理が大変になる期間に入ります。で今ここにあるのが北あかりと、何やった、インカの瞳、瞳か、うん、インカの瞳やね、うん、初めて、本当やね、北あかりは毎年作るね、うん、今芽出し、買ったのが結構早い時期に買って、風通しのない暗い部屋に段ボールに入れておいたものを、3、4日前にこの日の当たる場所に移動して芽出しを始めました。インカの瞳は割と芽がなんかもう出始めてて、紫色ので、北あかり全然芽が出てなかったけど、この5日間で一気にこの紫色の芽がちょこちょこちょこって出だし始めたので、来週あたり定食します。プランター漬物樽に定食します。